井口彩子が、いじめ問題の解決策について自身の考えを明かした。タレント、井口彩子が、16日放送のアベマプライム、アベマに出演。小学生時代にかけられた言葉を振り返り、心境を明かした。周囲からいじられる、番組では学校でのいじめ問題について取り上げられた。いじめの責任は加害者本人、または親、学校側、誰にあるのかということについて議論が繰り広げられた今回の放送。話を振られた井口は自身の学生時代について、いじめがある学校ではなかったんですけど、と前置きをしてから、女子校で、陰で悪口言われるのが当たり前だったし、私小学校の時ちょっと太ってて、それを、デブ、とか、デブ菌、とか言われていじられて、と話す。教師に言われたショッキングな言葉、続けて、しかもそれを先生も面白がって、ヒノは太ってるから、みたいな、先生も一緒になって、いじってるみたいな雰囲気で言ってくるのが小学生の私は傷つくし、それで謝られたことも先生からも一度もない、と、教師を含めた周囲からの言葉に悩んでいたことを明かした、今でも許せない。いじめ問題の謝罪については、加害者の親に、ごめんね、悪口言っちゃったみたいで、とか謝られても正直全然すっきりしない、と発言。上辺だけや形だけの謝罪では意味がないと主張し、もっと本質を分かって、同じ痛みを分かってくれないと、きっと私の傷ついた気持ちは分からないって思うから、親が出てきてお金を払うだけじゃ、なかなかその子の心の傷って言えない、と心のケアを含めた対応の必要性を述べた。私は正直、その時自分の自信を失ったのは今でも心の中に残ってるので、今でも許せない、と、自身の心境も語っている。先生に叱ってほしかった。学校でのいじめの解決策について井口は、学校に親が毎日いるわけでもないし、身近な脅威としては先生が一番、先生が見つけたなら処罰するとか、わかりやすく叱ってほしかったな、と話す。この発言に共演者から、処罰した対象、生徒の親からカウンター来るんですよね。その対応も先生がするんですよね。学校の業務、溢れちゃいませんか?と質問されると、溢れちゃうかもしれないけど、じゃあ専門のカウンセラーを入れるとか、脅威になる存在が身近にないと、と自身の考えを伝えた。